休日用のバッグってどんなの持ったらいいかとかって結構悩んだりしませんかね。僕はこう形とかそのスタイルもそうなんですけれど、結構悩んできて今のスタイルに落ち着きました。こんにちは、高橋です。今日はですね、5ヶ月前に、僕のあのビジネスバッグの紹介ということで、毎日あのトゥミのこうビジネスバッグに何持ち歩いて歩いてるかみたいなのをこうご紹介させてもらったんですけれど、いっぱい再生をこうしていただいてですね、でじゃあお休みの日はどんなものを持ってるんですかと。で、今回はですね、あれからまあ5ヶ月経つんですけれど、今度は僕の休日バッグ、お休み用の、休日バッグ、どんなものを持って、どんな入れ物でっていうのをちょっとご紹介したいと思ってます。でまずこの大切なこのバッグなんですけれど、ここにたどり着くまでに、本当に何年もこれかかりましたね。なんてことのないトートバッグなんですけれど、いろんなの試してきて結局こいつが一番使いやすいっていうところに、落ち着きました。もういろんなの本当使ったんです。で僕のこのお休み用のバッグのまず一つこれポイントっていうのは、軽いこと、軽いことと、あとはこのガバッと開いて中のものにアクセスできること、あとはそのぐらいかな。まあそんな感じなんですけれど、それを全部僕のこう要望を満たしてくれているのが今このトートバッグなんですよ。でまあ革のものからいろんなものをこう使ってみたんだけれど、結局ねこの大きさとかサイズとかそういったものがちょうどいいのがこうなくてですね、結局これに落ち着いたんです。でまずその中に何入れてるかっていうところから入れ、そこから行った方がいいかもしれないですね。入れるものに対してそのバッグのやっぱりサイズっていうのが決まってくるん で必ずやっぱりまず持ち歩いているのが iPhone。 僕ポケットとかに入れておくのがなんかこうポッケがズルズル、ズボンがズル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 落ちてきたりですね、なんかこうするのが嫌で、でバッグとかにやっぱり入れるんですけれど、まず iPhone ですよね。これはもう絶対持ち歩きます。であとお財布も絶対バッグの中入ってます。そしてハンディカム、いろいろ出かけた時に子供たちをこう常に取って歩いてるので、ハンディカム、これももう必需品ですね。でハンディカムで、あと最後がこれ一眼レフカメラを入れてるんですけれど、で一眼レフカメラはこれ今空っぽ、実際今ちょっと撮影でこれ使っちゃってるんで、入ってないんですけれど、まあ重いですよねやっぱり。でこれ一眼レフで、ギャッツビーの顔ゴシゴシ拭くやつ、これももうお休みの日は欠かせないですね。あとこの目薬、この2つも僕は欠かせないんですね。これもう外子供たち連れて歩いててくたびれてくると、これとこれでリフレッシュみたいな感じです。という感じで今これで空っぽになったんですけれど、1、2、3、4、5、6の6個のだからアイテムをこの中にまあ入れて、お休みの日は歩いてるっていう感じなんですね。これらが、まあ、この中にこう常にこうアクセスがしやすいような状態っていうのをとにかく、バッグにこう追求してるっていう感じなんですよ。でちょっともう一回こう戻してみますよ。中どういう風に入れているかというと、アクセス、バッグの中がごちゃごちゃになって探さないと取り出せない。これ仕事のバッグも一緒なんですけど、僕その状態がすごく嫌なんですよ。だからちょっと角度変えた方が分
かりやすいかな。はい、上から見るとこういう感じです。こんな感じになっていて、一眼レフ、そして、ビデオカメラで、ギャッツビーに、iPhone にお財布っていう感じで、全部縦にサクサクっとこう全部きれいにこう収納されてる感じ。これが僕の理想のスタイルなんですね。これ追い求めてきたスタイルなので、トートバッグでいろんなこのサイズ感ってあると思うんですけれど、これ以上浅くても深くなってもダメなわけですよ。このぐらいがちょうどいいわけ。これじゃないと僕の要望を満たしてくれないんですよ。で、一眼レフも取った後、ここにサクッとすぐもうパカッすぐしまえるこの状態、これがもうね最高に、使い勝手がいいわけですよ。これこのだからケース選びっていうのも非常にこれ時間かかりました。今年ね、つい最近これようやくここにたどり着いてたんですけれど、これはヴァンガードっていう、カメラのなんかのアクセサリーメーカーですかね、のところのやつで、これいくらだろう、なんか多分3,000-4,000円ぐらいです。で、これもストラップは外してこのケースだけで使う。で、今これができたおか持ったおかげで一眼レフカメラももうストラップをつけてないですね。これで、ストラップのついてないむき出しの丸裸の状態をそのまんまカチッボン突っ込むみたいな感じ。そうすると安心してられるじゃないですか。で、使う時でサッとする。で、このビデオカメラもそうです。これ普段はこんなの閉めてないです。本当はね、これも上が開くタイプに変えようかなと思ってるぐらい。これ今横なんで、そうするとこれもパッと使ったものを今サッとこうしまう感じ。これめちゃめちゃいいわけです。サッサッみたいな、この感じ。電話もパッと使ってパッとしまうね。どこにあるかなとかね、こうこの中をかき分けて探し出すっていう作業がとにかく僕も大っ嫌いなんですね。だからもうさっさと使うものがもうピッピッピッとこう出てくる感じ。これがもう最高で、これちなみに、このトートバッグっていうのはですね、僕の奥さんの転がっていたバッグを、使ってます。これが一番いい。これ子供服屋さんでストンプスタンプってなんか輸入物とかばっかり売ってるような、洋服屋さんがあるんですけれど、そこで買ったって言ってましたね。で、なんか使ってるのか使ってないのか分かんないから、これそれいいじゃんって言ってたまたま見つけ出して使ってるんですけれど、この高さもいいんだけれど、このね横幅がだから調子いいんですよね。こんなに普通この横幅が太くないんじゃないかなっていうトートバッグって。で、このサイズ感もさっき言ったようにめちゃめちゃちょうどいい。しかもバッグ自体はこれトートバッグだからすっごい軽いじゃないですか。こうやると多分分かりやすいですね。右側がさっきの、トートバッグなんですけれど、左側がなんか一般的なトートバッグ。太さが全然違いますよね。この街横の幅自体はさほど変わんないのかな。横の幅自体はさほど変わんない、高さがちょっと短いかなみたいな。手もこのぐらいがこれちょうどいいわけですよね。こんな感じ。しかも素材結構固めで自立するタイプの感じですね。そこも結構いいのかもしれないです。これもね、だからトートバッグもいろいろなお店で年がら年中僕見て歩いてんだけど、このサイズ感のゴテゴテしてない感じっていうのがなかなか売ってない。まあ、これ本当転がっててよかったな。いろんなもん試したのに結局転がってる奥さんの使ってなかったやつじゃんみたいなとこなんですけど、まあよかったっていう感じ。でもね、本当に重いですよ。これで一眼レフが重いですね。一眼レフ。まあでもしょうがないかなみたいなね。
そんな感じですね。ですので、まあビジネスモードと、パパモードと、まあママもそうだと思いますけどね、あの子供たちもやっぱりそういうこういろいろ記録を残してあげたいって皆さんきっと思ってる気持ちは一緒だと思うので、まあ多分あの持ち物って似てくるんじゃないかなと思うんですけれど、とってもね、あのリュックとかも嫌なんです。なんかリュック嫌なんですね。夏はまだしも、あの冬になるとコートもなんかモコモコのところでこのリュックみたいなのがなんかすごく嫌なんで、どうしてもやっぱり手で持つスタイルの方がいいかなみたいなところだったね。まあぜひ、まあ、特にあのパパですね、パパお休み休日バッグ、なんかいいバッグないかなって、お探しの方、ぜひですね、こんな感じ のトートバッグ、まあ、荷物入れるものが僕とこう似てる感じでしたら、ぜひおすすめです。ご参考にしてください。ありがとうございます。